うずたった一芸だけこの人の声で歌えるならヘタだな盛り上がれないななんか一回だけこの人の声で自分が歌えるなら誰の声で歌いたいかさあシチュエーションいろいろ友達の結婚式とかまあ例えばまあ分からん文化祭とかテレビの何素人のど自慢系とかね好きな人と二人きりで隠してていいけど一生に一回しか歌わへんけどって歌うみたいなのもあるかもしれんしな。むずこれはもう中学校高校時代 の, あの休み時間や思ってください。その時に本当自由に一般ねんな俺シチュエーション一夜だけかよ。ね、いや今まさにそういうのあったんだけど2人組なんですよね。どういうこと？いやでも2人組だからその2人組のどっちかハモリとかが必要だ。そういうことなんだよ。あ奇跡的にその2人組の片方を関町が書いてたら2人でできたりできるんだよ。いけるかな。それ狙うのは無理だ。2人組曲はだってその人の曲じゃなくてもいいんですもんね。そうね。じゃあ僕から行きましょうか。え？僕はそうですね。僕やっぱ歌が下手なんですよ。うん、歌が下手で、人前で歌うのがすごい恥ずかしい。うん、だからみんな集まった大きな会とかで、あもう歌ったこととかないから、一回友達とか、わからん後輩とかねの結婚式とかに呼ばれた時に。この歌声で一回だけ歌ってみたいは、牧原紀之さん。ああ、わかる。浮かんだ。ね。うん。想像して。ピース又吉直樹さんの歌ですって俺が牧原さんの声でさ歌うわけよ。びっくりするやろみんな。そうね、これはまあまあ絶対すごいよな。一応これ自分ルールとして、うん僕はやっぱ3回以上飲みに行ったことがある人は外してます。あなるほどね、うん、あ知り合いでやっぱその知り合いは1回なしで考えてます、まあ、僕らそのミュージシャン飲んだこともない僕いいですか、うん、いいよ。なんかたまたま先輩とかなんか、まあ、番組打ち上げてもいいんだけど、うんお酒の場所があった時に1曲歌ってくださいよ、はいはい、そういうのあるもんな。でそういう時に女優さんとかがいたりしたら、うん、この曲この歌声聴いちゃったらもうそれ惚れるってっていう人。はい宮本ひろゆき。ああ宮本さん、ね、エレカシのそれはすげえよ。わかる。このうまい、もちろんうまいんだけどセクシーでしょ、さらに、うん、一回椎名林檎さんが一緒にやってたじゃない、はい、デュオで獣行くで、一緒に番組出た時に言ってた、椎名林檎さんが、うん、楽器として優秀ってすごい言ってたからもうじゃあそういうのだけ覚えんなよ、そういうなんかこの人は楽器として優秀って言ってたからそんな言い方してないし、絶対一度自分も一夜限りだけどかっこいいもんな。かっこいい。うわおばいくまず一人目。そんなまず言っていやこれ最後の一人になるぐらいの気持ちでやんないと。そんぐらいの気持ちでそんなせっこいじゃん、いろんな人になれんの一夜だけやでもいい。はい最近それを考えてたんです。考えてたなんで俺もそうなんだ、最近マジで考えてた。やっぱこれみんな考えんねんな。キャンプとかの後に、うん、みんなで星見えるところで寝転がって不意に歌い出すこの声で。なるほど、はい、楽
巻浩二さん。わかるよ。素敵じゃないですか、あの声。いや、それはそうだよ。人によってはこう、ミュージシャンである一番歌が上手いミュージシャンとかね、言われたりとかね。そのいやでも男性だからやっぱりそうね、急にびっくりしちゃうびっくりする小川がその声で歌い始めると一番は頭に入ってこへんかもしれない確かに関町行く？はい。クリスマスの時って僕らやっぱ芸人ってどうしてももうサンタの格好とかトナカイの格好とかしてゲームコーナーやるとかでしか盛り上げられないじゃないですか、うんうん、やっぱこのクリスマスソング、なるほど、はい、一曲歌えたらとんでもない盛り上がり方、確かに、ね、うん、なんで僕マライアキャリーさん、あまあすげえ中でも裏切りだろうな、面白くなっちゃうよ、まあ、そういやいや分かる、超分かる、いいのよ、面白いし、ね、感動もするし、確かにこれ1時間ライブこれだけ10曲ぐらい歌ったらもう成立するまあそりゃそうだよ、最初多分これ口パクだろお前ってみんなにわーって言われて、うん、まあ一夜だけやっていけるもんな、そうです、じゃあもう一回歌おうか、飛行機の中でちょっと空港が混みすぎてて1時間ぐらいこう旋回しとかなあかんみたいな状況でお客さんストレス溜まって、それが12月24日でおいディナーの約束あんのにどうするんだみたいなわーってなった時に関町がマイク借りてマライアキャリーの声で歌を歌って沈めるっていうな、最高です、最高のプレゼントになったよってなりますじゃあ子供は、僕は、すっごい地球が滅亡する前とか、うん、はい、その時にこうピンチな時に、はい、歌って救いたい、アスカさん、これはなんか人が多ければ多いほどバーンってパワーがすごいでしょ、やっぱり、いやすごい、わかる、それアスカさんはとんでもないよ、確かに安定感と、わかる、だってそのごめんなさい、アスカさんめちゃくちゃわかるんですけど地球を救うために歌ってたんですか、それでいまいち状況が分からへん、なんかあるじゃないですか、なんでそれがアスカさん、リアリティがなさすぎて、ギター一本で救うみたいな、そういうことです、あなんでなんで分かるの世界規模ってこと、鼓舞する感じですか、みんなを、うん、なんかそのパワーがすごいから、そのエネルギーで、ね、癒すみたいな、曲は何を歌う、曲、うん、あー始まりはいつも雨、ちょっとしっとりしてる、やばいって時にコブする、やーやーやーとかじゃない、やーやーやーとか、やーやーやーとかの方がいいでしょ絶対、いろんな状況あるやん、いや考えたんですよ、例えば文化祭、あ文化祭で自分が高校生で、あまあ僕なんて高中学も高校もおとなしかったから、え又吉急に舞台上がって何すんねんって言った時に、あの千葉雄介さんの声で歌ったらめっちゃ盛り上がるやろなっていう、ああとみんなびっくりするやろ、そのインパクト、関町マライアぐらいの振り幅あると思うね俺から千葉さんやったら、あのシャウトね、うん、文化祭か、俺ヨーキングさんかな、なまあな、なんか平凡な感じもあるし、うん、なんかで盛り上げそうだし、そうね、ちょっとヘナチョコっぽい声でもあるじゃないですか、なんかかっこいいんだよな、うん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 、分かる、俺はヘナチョコっぽいと思ったことはないけどちょっとなんか表現違うかもしれない、分かるでしょ、でも分かる、いわゆるなんかあの要はかっこいいじゃないってことですよね、そうそうそう、ある種こう、うん、なんか簡単そうに歌ってるのにちょっと真似できないというかね、ゆるいっていうか、うん、でも決めるゆるさもあるし、むちゃくちゃかっこいいのもあるし、うん、だ本当はヨーキングさんの声をになって、うん、出囃子を自分で歌いながら出ていくって一番盛り上がるけどそれは受けないですもっと聞かせろってなるいろいろ考えて、だからお笑い芸人としてこの声をずっと装備できるとしたら、え、ずっとって、うん、例えばな、はい、ずっと装備できるとしたら誰選ぶかなっていうのも結構突き詰めて考えてみた、いろんなパターンの人で、俺は、XJAPAN のトシさん、あーまあまあそうだね、確かにトシさんの声を芸人として持てたらめちゃくちゃ芸の幅広がる、確かに、そうです、まず漫才で出ていって、うん、エグザーっていうトシさんの声で言うだけでまずつかめるから、うん、
女性だと誰かあるの？このでもスーパーフライさんとか急に歌い出したらかっこいいですよね。そうやな、まくし立てる系ね、こう、はい、ってスーパーフライさんの声出たら広瀬香美さんとかな。広瀬香美さんの声でさ、で広瀬香美さんの歌の文字量って結構多いやん、あれをあれあのトーンでコントやったら面白いやろ。いやー面白い、確かに。しゃべくり漫才とかもいいんじゃないですか。なあ確かに、うわしゃべって広瀬香美さんボケでトシさんツッコミの漫才とか面白い。いや絶対それは面白い。うるさそうだろ。でも歌ったらその2人積もれてんなら歌った方が楽しい。漫才しないで広瀬香美さんが1人でブワーってしゃべる系の漫才ね。下手のトシさんはずっと下手の下の方を見ながらリズム取ってね、ずっと。で広瀬香美さんが一番大きなボケ言った時に振り返ってうるせえよっていう。絶対うまくいくと思う。うるせえ。うるせえ。うん。美空ひばりさんかな。うわ、だすか。まあね。いい。そら最強やな。ツッコミやってもなんかいい声。いいしね。めっちゃいい。漫才割りでね、うん。どうもありがとう。そうね、あるね。で、これをずっと突き詰めて考え続けていくと、じゃあもうずっとこの声え？ってなったらまた変わってくるでしょ。で、俺ずっとやったら多分この人やなっていう。分かった。誰ですか？トータス松本さん。ああ誰が聞いても気持ちいい声やし、場を選ばない、年配の人と言ってもいけそう、若者と言ってもなんかいけそうっていうのがトータスさんかなと思ったり。そういう意味ではなんか僕ちょっとその声で穏やかに見えたりとかってあるじゃないですか、そういう意味では桜井さん。合いそう。ミスチルの、ミスチルの桜井。そうだな、はい、いいですよ。だとなんかこうや優しいイメージある、うん、あるでしょう。確かに。で哀愁というかね、歌も歌も桜井さんの歌唱力。いけるいける。うわめちゃいい。もうちモテ期じゃない。歌詞も出るから、歌詞も桜井さんの。え？歌詞も書けるんだよ、ね。歌詞も思いつく。あ最高じゃん。最高。完璧じゃん。そのスペックもあるんですね。ちゃんと。えでえフットサルも同じぐらい好き。フットサルも上手いからね。この集合するパターンっていつ、この5人のメンバーで集まるっていうのはもう本当たこ焼き。そうそうだそうだ。で来年もこのメンバーでいろいろやってこうっつってもう半年経っちゃった。そうか。え年末は普通にやれば行き場のない話話しただけですよね。あの時はそうやな。一昨年みたいなあのわけわかんない設定は入れてないあれで未来から来る未来のあれで、ね、あれ反省して普通のことやろうってなっちゃう。いやいや、あそこで分岐した未来を俺たち今生きてるから続いてる。続いてる。そうそうそう。そうなんだ。消去してますよ、記憶が。時々そうだね、この渦のなんか走り出させようとした企画が結構大失敗してるからな。石も石やったな。石やったな。石はもう言わんといて。石のことは言うかい。石は完全なくなったの。石でしょ。なくなってないけどもう言わんといて。あと昭和言わんといてなくてショートフィルムとかも。あそうだ。あそうだ。言わないでしょ。土手で撮った。土手あったそうだ。自転車でとか。はい。やっぱああいうちょっと頑張ると大失敗するみたいな。いや俺は失敗だと思ってない。いや俺も楽しかったさあれは。あれ面白かったからやりたいんですけど、うん、まあまあまあ、まあ、そうですよ、まあまあね。